爆発三十，三十，二十三十。ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。すっごい久しぶりに音楽とは全く関係のない動画になります。いきなり何を見せられたんだと、そういう感じだと思いますけれども、先日、ライジン、女子スーパーアトム級チャンピオンの伊沢聖華選手と、元ディープバンタム級暫定王者、コロ選手が経営するロイズジムという総合格闘技のジムに体験に行ってきたんですね。で、さっきの動画っていうのは、僕のミット打ちの動画でございます。ミットを持っていただいていたのがコロ選手です。今日の動画っていうのは、ジムの体験楽しかったよっていう、それをひたすら喋るっていう動画になります。昔から父の影響で格闘技の中継っていうのをよく見てたんですけれども、コロナ禍に入って、いろんな動画配信サービスで格闘技の中継っていうのが無料で見られるようになってきて、で、朝倉未来選手を筆頭に、格闘家が YouTube チャンネルをどんどん始めるようになってきた、特にここ数年、めちゃくちゃ僕格闘技見るのにハマってるんですね。先週も今週も、今日もライジンやってましたけども、日本の団体だと、総合は、他にもシュートとかパンクラスとかディープ、立ち技だと K1 クラッシュ、ライズとか、海外だとワンチャンピオンシップとか、ベラトールとか、UFC とか、僕、アベマプレミアムと UNEXT 契約してるんで、この辺全部見れるんですよ。もう本当にね、いろんな団体の試合を暇があったら見てるっていう感じです。僕、去年の夏に、千葉に引っ越しをしてきまして、都内から自宅に帰る道中に、結構ね、格闘技の有名なジムっていうのがあるんですよ。ああ、ここで何々選手が練習してるんだなーとかって思いながら、そういったとこ通り過ぎて帰ってくるわけなんですけれども、そんな中、今年の7月に、伊沢選手とコロ選手が金町に、ジムを新しくオープンしたと。これ伊沢選手のライジンでの勝利後のマイクパフォーマンスで知ったんですけれども、あれ金町だったら、帰り道行けるなとか思っちゃって、ちょっと気になってたんですね。そしたらなんと、偶然、中学高校の時の同級生が、そのロイズジムに通ってるっていうことが判明しまして、7、8年ぶりに連絡を取って、いろいろ聞いて、体験に行かせてもらったと。運動不足も運動不足。でも、中継の解説とか聞いて、一丁前に知識だけはちょっとついてるわけですよ。で、試合見てる時っていうのも、いろいろ思いながらね、なんでもっとこうしないんだとか、もっと動けとか、そんなんじゃパンチ当たるだろうガードとかね、思いながら見てるんですけど、いざ自分がグローブつけて、ミット打ちやってみたら、もう訳がわからんって感じで、僕喧嘩とか無縁の人生でしたし、人殴ったこともないので、もう全然ね、力が入らない。で、グローブ自体もね、結構重くて、特に前手ですね、左腕が、もうこうやって構えてるだけで、もう30分くらい練習したら、もう上がんなくなっちゃって。で、冒頭でお見せした動画っていうのは、1時間くらいのメニューの、締めのミット打ちだったんですけど、もうジャブとかね、もう触ってるだけって感じ。みたいな感じ。もう今まで、試合見ながら、もう偉そうに、ああだこうだ、思ってごめんみたいな。開始数分でね、もう反省モードって感じになってました。その体験の日はですね、結構フルメニュー、いろいろ体験させていただきまして、キックボクシングのメニューの後は、グラップリングのメニューっていうのも体験させていただきました。マット運動から始まって、前転とか側転とかね、中学生高校生ぶりぐらいにやって、で、パスガードの基礎とか言って、ペアになって、70キロぐらいある、男の人に抑え込みとかされて、もう何もかもが初めての体験っていう感じ。もう全身筋肉痛になりましたし、足の裏も
こうパンチ打つ時の踏み込みとかですっごい力が入ってもうズル向けになっちゃって、もう 4,5 日はおじいちゃんみたいな動きしてたんですけれども、めちゃくちゃ楽しかったです。ロイズジム出来たてのジムなんで、すごく設備が綺麗でしたし、国内のトッププロが教えてくれるっていうのはすごいですよね。僕が体験参加した日も高校生くらいの、これから選手目指してるんだみたいな雰囲気の男の子から、僕より年上の、あの運動不足解消にみたいな方までいましたし、女性の方もいました。幅広い年代の方がそれぞれのペースで、まあ、自分の都合に合わせて来て帰ってみたいな感じで汗を流してるみたいです。僕はまあ試合に出るとかね、そういうつもり一切ないですし、運動不足の解消と、あとちょっと体引き締めたいなっていうのと、あと何より自分が好きな格闘技っていうのを実際やってみることで、もっとこう格闘技楽しく見れたらいいなっていうふうに思って今回行ってみたんですね。まあ、すごくあのいい感じだったので、まあ、いつまで続くかちょっとわかんないですけれども、しばらく通ってみようかななんていうふうに思ってます。まあ、そのうち急に洗面台の前で上半身裸でポーズ撮ってるみたいな写真とか動画とかアップするかもしれませんのでご期待ください。説明欄にロイズジムのウェブページの URL 載せてますので、気になった方ぜひ見てみてください。このジムに限らず、格闘技のジムなかなか面白いんじゃないかなって僕は思ったので、運動不足にお悩みの方いらっしゃいましたら近くのジム検索してみて、体験してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ライジンチャンピオンのジムでしごかれてきたと、そういったお話でございました。最後まで、動画をご覧いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになっております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。